artists appeared during the Italian Renaissance, Leonardo da Vinci and Michelangelo Buonarroti. However, these two artists left us their works with the same contents. The meaning of the same here means that the contents of the works are the same. Leonardo's works are Leonardo's works. Michelangelo's works are Michelangelo's works. However, the content of the both are the same. In this video, I, Hiroshi Hayashi, will introduce each works and explain how the contents are the same. But the more important thing is next. That is to say that I want everyone to think about why they are the same. The answer seems to be simple. Both Leonardo and Michelangelo were either instructed or given works by another artist on top of them. Either way, Leonardo and Michelangelo were just puppets of another artist on top of them. あのイタリアのルネサンス期に2人の芸術家が現れました。レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ・バロノティですが、これら2人の芸術家はそれぞれが内容が同じ作品を残しました。ここでいう「同じ」という意味は作品の内容が同じという意味です。ダ・ヴィンチの作品はダ・ヴィンチの作品です。ミケランジェロの作品はミケランジェロの作品ですが、内容が同じです。この動画の中ではそれぞれの作品を紹介しながらどのように内容が同じかを説明しますが、大切なことはその次です。つまりなぜ同じなのかを皆さんにも考えていただきたいのですが、答えは簡単です。ダ・ヴィンチもミケランジェロもさらにその上にいた別の芸術家によって指導されていたか、あるいは作品を与えられていたのです。どちらであったにせよ、ダ・ヴィンチもミケランジェロもその上にいた別の芸術家の操り人形に過ぎなかったということです。広島林 Hamama City, Japan。God will never finish his work unfinished on the way. When you think it is unfinished, it indicates that your common sense is unfinished. God has left his essential and secret message in these paintings under the name of unfinished. In order to know the secret, we have to get out of that unfinished common sense right now. 神は決して自分の仕事を途中で未完成のまま終えません。もしあなたがそれは未完成であると思うなら、あなたの常識が未完成であるということになります。神は未完成という名のもとで、それらの絵画の中に神の重要かつ秘密のメッセージを残しました。その秘密を知るためには、まずあなたはその未完成の常識から抜け出なければなりません。広島林 Hamama City, Japan。 未完成の大作、あるいは未完の大作と言われている絵画を4枚集めてみました。レオナルドの書いたセント・ジェロームです。そして東方三博士の礼拝の絵です。白抜きの部分があるため未完成と言われています。そしてミケランジェロの書いたマンチェスターの聖母です。埋葬と題されたこの絵もやはり白抜きの部分があります。つまり途中でこうした仕事を画家たちは投げ出したというのですが、本当にそうでしょうか。またそのように考えて片付けてしまって良いものなのでしょうか。これらの絵画は有機的に、つまり密接不可分につながっています。例えばダ・ヴィンチの描いた左上のセント・ジェロームの絵の中ではライオンの部分が白抜きになっています。そして右下のミケランジェロの描いた絵の中ではフンババが白抜きになっています。右上の東方三博士の礼拝の中と、そして左下の、マンチェスターの聖母の絵の中では人物が白抜きになっています。このように共通性を持って表現されているということです。もちろん、セント・ジェロームの絵と東方三博士の礼拝の絵にもその共通性が見られます。セント・ジェロームの絵の背景には61、すなわち11種ゲマトリアで神を意味する数字が隠し込まれています。そして東方三博士の礼拝の絵の中には131、つまり同じく11種ゲマトリアでイナンナを意味する数字が隠し込まれています。この絵では分かりにくいので、もう少し精細な絵で皆さんにご覧いただきます。聖ジェロームの絵です。キー枠で囲った部分に注意してください。拡大し180度回転すると、そこに数字の61が現れてきます。この61は先にも言いましたが、ユダヤのゲマトリア、つまり暗号によって解読すると神を意味する言葉であることが分かります。つまりこのような形でレオナルドを通してですね、1500年後のイエスはここに描かれている人物は神であることを示しました。そして同じように東方三博士の礼拝の絵の中には131という数字が隠し込まれていました。この赤枠で囲った部分に注意してください。そしてやはり180度回転すると、そこに131という数字が現れてきます。この131という数字と聖ジェロームの中に書かれている61という数字の書体が同じであるという点にも注意してください。131はユダヤのゲマトリアで解読するとイナンナとなります。イナンナ・イシュタールのイナンナです。つまりここに描かれているマリアはイナンナであるということをこの数字が示しているということになります。言い換えると、一見雑なようで未完成のように見える絵画ですが、その中にはこういう極めて重要なメッセージが残されていたということになります。東方三博士の礼拝です。白抜きであるがゆえに未完成であるということになるわけですけども、ことはそんな簡単なことではありません。神は自分の仕事を未完成のまま、つまり中途半端なまま投げ出すようなことはしません。同じように花壇ミケランジェロの2枚の絵についても同じような共通性が見られます。今丸で囲んだ部分を注意してください。同じ人物、同じ輪郭を持った人物と私は判断しました。そしてこの足もですね、同じ輪郭を持った同じ人物と判断しましたが、これはこの絵の中ではマイナーな問題ということになります。分かりやすく言えばですね、これら4枚の未完成の大作と言われている絵画はそれぞれ密接不可分に有機的につながっているということですが、下の絵で重要なのはこのミケランジェロが描いたとされる埋葬の絵の中に描かれている右下の動物らしき絵ということになります。この白抜きの部分、一見すると猿のようにも見えますが、私はフンババであると判断しました。文献によるとフンババは巨大なモンスター、ジャイアントモンスターと表記されていますが、ここに描かれているフンババは小さいようです。で、ミケランジェロは今度は彫刻として同じものを表現しています。右はミケランジェロが彫刻したとされる瀕死の奴隷と題された彫刻です。その彫刻の裏側にも大変よく似た猿のような動物が彫刻されています。未完成の動物です。荒削りの動物です。つまり未完成の動物です。で、この動物は何かということですけども、正面から撮った写真が手に入りました。その右がその写真ということになりますが、下の方に顔が表現されています。で、この顔をですね、フンババと比較してみます。下はメソポタミア、バビロニアに残るフンババの、アーティファクトということになります。同じ顔である点に注意してください。つまりここに表現されている猿のように見える動物はフンババであると私、林博は判断しました。先にも言いましたが、フンババは一般にはジャイアントモンスターとして知られていますが、なぜ小さいのかということになりますが、それには理由があります。ウィキペディア・イングリッシュの方には次のように書いてあります。 In ancient Mesopotamian religion, Humbaba, as a spirit Huawa and surnamed the Terrible, was a monstrous giant of immemorial age raised by Utsu。 この赤線の部分に注意してください。フンババはウツ、つまりシャマーシュによって育てられた巨大な化け物であると書いてあります。子供のフンババということになりますが、その子供のフンババを育てたのはウツ、すなわちシャマーシュであるということになります。となると右がフンババですから、中央もフンババ、そして左の白抜きになっている動物らしき物体はフンババということになります。そして左の埋葬の絵の中央にいるのはシャマーシュということになります。イエスイコールシャマーシュということになりますが、そのことを知っていたルネサンス時代のもう一人の画家がいました。それがアゴスチの・ベネチアーノです。アゴスチの・ベネチアーノはこんな絵を描き残しています。その中には1502という数字が隠し込まれていました。ここが重要ですから、皆さん自身の目でしっかりと確認しておいてください。1502です。15というのはイナンナ・イシュタールの神聖数、そして02、つまり20はシャマーシュの神聖数ということになります。古代ヘブライ語においては左から右に読み、右から左に読むという習わしになっていました。つまりここに描かれている1520はイナンナ・イシュタールとシャマーシュということになります。このイナンナ・イシュタールとシャマーシュが現在のキリスト教の原型を立ち上げました。そのシャーマー氏はどういう理由か、それははっきりしませんが、つまりは処刑になってしまったというわけです。それを表したのがミケランジェロの埋葬という絵です。あの埋葬の絵の中に描かれているキリストはどこにも傷がありません。つまり処刑された後の絵ということになるわけですけども、精魂もなければ頭のいばらの傷もありません。そして言うまでもなく瀕死の奴隷と題されたミケランジェロの彫刻は、瀕死の奴隷ではなくて瀕死のイエスということになりますが、そのイエスの体にもどこにも傷がありません。つまり処刑される前にすでにイエスは瀕死の状態であったということになります。なお現在のローマ法王たちはですね、知ってか知らずか IHS という頭文字を使って自らの法王の紋章を飾っています。 IHS です。 I はイシュタールの頭文字、 S はシャマー氏の頭文字と考えるとこの謎は簡単に解けます。では中央の H は誰かということになりますが、 H はヘイレル、つまり旧約聖書でいうルシファー、つまり悪魔ということになります。またの名をプロメテウス、またの名をエア延期と言います。あの王の第一天使でしたが、人間を改造したという大悪を犯したため、一方では悪魔ルシファーと呼ばれ、また一方ではプロメテウスと呼ばれるようになりました。さらに言えば現在のバチカンの紋章はイナンナ・イシュタールの8方向に伸びる金星の紋章とシャマー氏の太陽の紋章を合体させたものだということも分かります。なお今ご覧いただいている絵はですね、下がミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの原画のスケッチ画ということになります。で右下にいるのがシャマー氏、そしてやや左寄りの中央に立っているのがイナンナ・イシュタール、つまりマリアということになります。右下の人物がイエスであることはペーター像の中に表現されているイエスと比較してみるとそれが分かります。ともかくもここでは IHS というのはイナンナ・イシュタール、ヘイレル、そしてシャマー氏の頭文字ということになりますが、この事実はローマンカトリックにとっては誠にもって都合が悪いということになります。イエスの正体はシャマー氏ということになってしまうからです。それ以上にマリアの正体はイナンナ・イシュタールということになってしまうからです。そしてローマンカトリックの紋章はイナンナ・イシュタール、左下の紋章と中央のシャマー氏の紋章、この2つを合体させたものであるということが分かります。その中に IHS という文字が書き込まれています。さまざまな解釈がなされていますが、そうした解釈には全く意味がありません。ここで少し回り道をしますが、ミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵の右下に描かれている人物がイエスであることを証明しておきます。これがピエタ像です。このピエタ像がその謎を解くきっかけになりました。このイエスの向かって左、すなわち右腕を見てください。奇妙なコブがボコボコと出ています。コブです。注意深くご覧ください。コブがボコボコと出ています。コブですね。で、これと同じコブがですね、実は先ほどのカッシナの戦いの絵の中の人物に描かれていました。それをこれから説明しますが、その前に、ここでコブをしっかりと確認しておいてください。特に上腕の向かって左側には、ヒレのようなコブができているのがわかります。中央でそれを今皆さんにご覧いただいています。注意深くご覧ください。コブがありますね。ではなぜ、ミケランジェロがこのようなコブを表現したかですけども、この彫刻は残念ながらミケランジェロが彫ったものではありません。で、もう一つ先ほどのカッシノの戦いと言われている絵に戻っていただきたいんですけども、その右端の下にですね、足の皮をベロッと剥いている人がいます。靴下を履いているのではありません。皮を剥いでいます。この人物のこの腕に注意してください。この腕を立てて、そして反転し、大きくしてみます。この2本の腕は一致します。照合しますから注意深くご覧ください。ボコボコとコブが出てますね。そして、上腕にはヒレのようなものがついています。そして肩のところにもポコンポコンとコブがあります。一応これら両者は、ミケランジェロが彫刻したもの、あるいはミケランジェロのスケッチと言われています。しかし、ミケランジェロはこうした彫刻を作っていませんし、絵も描いていません。その証拠が、実は、ダヴィンチと言われている芸術家の周辺から出てきました。これがそのスケッチ画です。注意深くご覧ください。同じようなヒレ、コブがダヴィンチの周辺から出てきているわけですね。となりますと、どちらが後先かわかりませんけども、このヒレに注意してください。一番右が一応ダヴィンチが書き残したと言われているスケッチ画です。中央がミケランジェロが書いたと言われているカッシノの戦いの中の人物の腕です。そして一番左がピエタ像の腕です。これら三者は一致しています。ということは、これら三者は二人の別々の芸術家によって書かれたのではなくて、さらにその上にいる1500年後のイエスによって書かれたということになります。が、これだけではまだ証拠は不十分ですね。ですからこれからそれを順に説明していきたいと思います。で、1500年後のイエスの話をします。この人物に注意してください。この人物は1500年後のイエスと林博は判断しました。先ほどのカッシノの戦いに出てくる人物と比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。ちょうど角度と言いますかね。顔の傾きも、傾きと言いますか、も同じだということですね。特に耳はですね、後でも出てきますけども、人間の指紋と同じように、個人差が極めて大きい部位です。ですから耳を照合することによって、その人物を特定することができます。で、左は、一応、ミケランジェロが描いたと言われているスケッチ画です。右は、一応、ダ・ヴィンチが描いたと言われているスケッチ画です。しかし、これらは、ミケランジェロ、あるいはダ・ヴィンチによって描かれたものではありません。もし書かれたとするならば、どちらかがどちらかを真似たということになります。あるいは、写化したということになりますけども、それは少し無理があるということですね。そのこともこれから順に説明していきます。そして、先ほどのカッシノの戦いの絵の右下にいたこの人物は頭に花冠をかぶっています。すなわち、王、この絵の中で王であることを示しています。この花冠をかぶった人物と先ほどのダヴィンチが描いたとされる絵と比較してみてください。同じですね。そして、このダヴィンチが描いたと言われているこの人物と花冠をかぶった人物が同じ。そして、この花冠をかぶった人物の腕と、そしてミケランジェロが彫ったとされるピエタ像のイエスの腕が同じということになるわけです。すなわち、一番右がですね、イエスということになりますと、中央もイエス、そして左もイエスということになります。こうして繋がりました。すなわち、これら3社は1500年後のイエスによって書かれたり作られたりしたものだということになります。話を元に戻します。これらの作品は未完の大作、つまり未完成の作品と言われていますが、未完成の作品ではありません。未完成に見せかけた、実は未完成でない作品ということになります。その未完成であるということを隠れ蓑にしてですね、さらに重要な事実を隠しているということになります。で、右下の絵に特に注意してください。ここに描かれているのはフンババ、つまりシャーマン氏の愛玩ペットであったということになります。なぜこんなところにフンババが描いてあるかといえば、この中央の人物はイエスイコールシャマーシュであることをこの絵が伝えたかったからではないでしょうか。またそのように解釈すると謎が解けるということになります。そしてそのシャマーシュはイナンナシタール、つまりマリアによって殺された可能性があるということになります。あるいは何らかの形でマリアがイエスの殺害に関わっていたということにもなります。それを示しているのが右下の絵、埋葬ということになります。イエスの向かって右側に立って、そのイエスを極めて冷ややかな目で見下ろしているのがマリアということになりますが、これら4枚の絵を有機的につなげて考えてみると、さらにその向こうに巨大な秘密が隠されているのが分かります。それがこの動画の結論ということになりますが、つまり1500年後のイエスはですね、レオナルドという画家を通して上の絵などがその一例ということになりますが、イエスはマルドックであることを示しています。そして同じくミケランジェロのある画家を通して下の作品2枚残しましたが、殺害されたイエスはシャマーシュであることを示しています。つまりイエス二人説ということになります。シャマーシュとマルドックということになります。その当初のシャマーシュはどういうわけか、殺されてしまうわけですね。でその後を意志を引き継いで神の座でイエスと呼ばれるようになったのがマルドックということになります。さらに分かりやすく言えば、1500年後のイエスはレオナルドを使ってマルドックというイエスを表現し、そしてミケランジェロという画家を使って処刑される前のイエス、すなわちシャマーシュを表現したということになります。the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is bound, for as the curse is bound, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love.